速報バウアー打った。DeNA のトレバー・バウアー投手が12日の阪神戦甲子園に先発。3回まで打者9人パーフェクトピッチングを披露すると、4回の第2打席では来日初安打を記録。ツイッターではバウアー初ヒットがトレンド入りした。バウアーは初回から3回まで3イニング連続三者凡退。甲子園初登板ながら好投を見せると、4回の第2打席で先発大竹の初球を左前へ弾き返し、来日初安打を記録。記念球が無事に戻ってくると DeNA ベンチも大盛り上がりとなった。するとネット上ではバウアー初ヒットがトレンド入り。バウアー日本初ヒット。素晴らしいよ、バウアーさんヒット出てる。記念すべき日になったな笑い。ついにバウアーに初ヒットが、これはまたバウアーの記念グッズ出るなと反響。中にはバウアー初ヒットのボールくれる阪神さん優しいな、バウアー日本で初ヒットらしい。ちゃんとボールがベンチに返された。ちょっとおもろい、バウアー来日初ヒットのボール受け取ってニコニコ嬉しそうな、ベンチ愛おしすぎるでしょ。バウアーさん来日初ヒット、阪神さん記念ボールをありがとうございますなど、記念球の行方に注目するファンの声もあった。バウアー来日初安打おめでとう。MLB って投手も打つんかな、もしかしてプロ初安打やったりするんかな。これは次の動画はこの安打についてだろ。バウアーの動画で初安打の映像使わせてやってくれよ。バウアーの来日初安打を見れてしまった。あとはバウアーのノーノーやな。あんまり感情出してないけど、心の中ではめちゃくちゃ嬉しいだろうな。先発全員安打もいけるな。バウアーさん来日初安打おめでとうございます。バウアー、入団当初に比べて仲間とのコミュニケーションが増えたというか、仲間のプレーに笑顔でリアクションしたり、雰囲気がいい。なんだか嬉しい。実況さん、バウアーの初安打、今日はいつもより多めにリプレイ映像を出しております。ありがとう。投球のみならず、打撃にも全力を尽くす。バウアーすごいわ。バウアー、問題児かもしれんけど、周りを巻き込んで組織を前に進める能力は日本に合ってるかもね。初安打おめでとう。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。